こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのですね、ズミクロン 35mm に次いで大変人気のある、ズマロン 35mmF、2.8 のモデルになりますね。はい、はい、ご覧の通りズマロンの、35mmF2.8 です。ちょっとビデオではご覧いただきにくいかもしれないんですけれども、ブルーのコーティングがかかっている希少なバージョンになりますね。シリアルが1694884で、1959年ドイツ製のズマロン 35mm ということになりますね。はい、169万番台にはですね、しか見られないブルーのコーティングはですね、普通はですね、琥珀色のコーティングなんですけれども、このブルーのコーティングは、数が希少でですね、写りもよく、はい、大変人気のあるモデルになっております。はい、でさらにですね、このモデルはですね、前期のモデルだけなんですけれども、この小さな芋ネジですね、ここのネジを緩めていただくと、この後ろのこの金属部分がこうねじってポコッと外すことによってですね、これは M マウントなんですけれども、 M8 とか M9、M3 などに使える M マウントなんですけれども、この M マウント部分がこうねじ込み式が外れるようになってですね、スクリューマウントに変えることができるんですね。バルナックライカに使えるレンズにそのまま変化することができるという、モデルになっております。はい、ここの芋ネジですね、今ちょっとですね、このネジがなくなっちゃうところもあるので、このビデオではやらないんですけれども、写真ではですね、ちょっと一旦取り外して見せておりますので確認してください。はい、ここら辺のこの3つのネジと間違えないでくださいね。ここ1箇所だけです。はい、はい、ということで、ズマロン 35mmF2.8、ブルーコーティングの ML 両用タイプになりますね。大変希少ですので、はい、ぜひご覧いただきたいんですけれども、では外観はですね、うっすら使用感がある程度で大変綺麗な状態ですね。ご覧の通りひどい擦り傷、当たりへこみは見当たりませんで、綺麗ですね。こういったところに変な油汚れの詰まりもありません。はい、フロントも綺麗ですね。この黒いフロントの部分が荒れて汚れていたりするものもあるんですけれども、こちらは大変綺麗ですね。でもって、コーティングのかかった前玉、後ろ玉ともに大変綺麗でですね、ご覧の通り擦れ傷や引っかき傷、コーティングの剥離、穴などは見られないですね。中玉にももちろん曇りカビやバルサム切れなどは一切見られないです。はい、ほこりちが、ちりがほんのちょっとうっすら見られる程度ですね。もちろん映像には影響ありません。絞り膜も軽快に動作しておりまして、油汚れ、膜の痛み見られないですね。はい、大変綺麗です。はい、ピントヘリコイドも非常に滑らかに動作してますね。グリス切れ感はないですね。はい、いっぱいまでムラなく動作してます。で、無限ロックもパッチリと確実に効いてますね。はい、もちろんですね、落として歪んだりガタが来たりということもないですね。大変いい状態ですね。はい、で付属品が、リアキャップですね。こちら Mマウントのリアキャップ、はい、それとこちらはライカ純正ではないんですけれども、 UV フィルターですね。はい、マルミの UV フィルター、日本製です。これが付属しますね。これねじ込み式です。はい、それとこちらはライカ純正のフロントキャップ、こちらの、セットになっております。はい、ということで大変希少なですね、ズマロン 35mm
F2.8、ブルーコーティングの ML 両用タイプ、はい、ということになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。